ナンバーアンダーラインアイ民放初出演デビュー曲 GoTo を披露に松下光平3人の絆が熱いからこそできるパフォーマンス日本の音楽シーンに新風を巻き起こす3人組バンドナンバーアンダーラインアイが日本テレビ系列の新しい音楽番組 With Music の春の2時間特番に初登場し彼らのデビュー曲 GoTo を熱演した この出演によって彼らはますます多くのファンの心を魅了しその独自の魅力とパフォーマンス力を示すことに成功した番組の司会を務めるうどうゆみこがスタジオの雰囲気を聞くとメンバーはフレッシュですねインテリアコーディネートも完璧ですと笑顔でコメントしたこのコメントからも彼らの明るい性格やプロ意識が伝わってきますねさらに 先日東京ドームで開催された To Heroes 飛べファーストスーパーライブの話題にも触れられました。このライブでナンバーアンダーラインアイは本格始動し、ファンの前でパフォーマンスを披露しました。神宮寺ゆ太たは、お客さんの前でパフォーマンスすることは本当に嬉しいですね。ダイレクトに歓声を浴びて、心からウキウキしました、とその感動を語ります。 この瞬間の興奮と喜びが伝わってきますね。番組ではライブに向けての練習風景も放送されました。その中で平野翔がなんて曲を作っちまったんだ。自らの首を締めに行ってると練習の難しさを語る場面が印象的でした。彼らのパフォーマンスには高い筋力が必要であることが伺えますね。さらにゴーと筋。 と呼ばれる専用の筋肉が存在するという興味深い情報も明かされました。一方、アーティストナビゲーターを務める松下公平は、3人の絆が熱いからこそできるパフォーマンスで、それが垣間見えましたね、と彼らの熱い絆を称賛しました。このコメントからも、ナンバーアンダーライン I のメンバー同士の信頼と結束が伝わってきます。デビュー曲、 ゴートは YouTube の MV デイリーランキングで世界1位を獲得し、再生回数も4300万回を超えています。この曲を生で披露することで、彼らのクールでアグレッシブなダンスと歌声が、視聴者に強烈なインパクトを与えました。そのパフォーマンスからは、3人のポテンシャルと才能が存分に感じられました。SNS 上では、 このパフォーマンスに対する大きな反響がありました。聖合と最高圧巻すぎた、最高すぎて泣けてきた、といったコメントが寄せられ、彼らの人気の高さを証明しています。ウィズミュージックは、毎週土曜日の夜7時56分から放送される新しい音楽番組です。番組では、うどうゆみこが MC を務め、松下光平がアーティストナビゲーターとして登場します。 この番組ではアーティストのルーツや最新のヒット曲についてのトークが展開され視聴者に充実した時間を提供します。この番組を通じてナンバーアンダーライン I の魅力を知った皆さんは彼らの将来の活動にも注目していることでしょう。果たして彼らはどのような新たな挑戦や成長を見せてくれるのでしょうか彼らの次なるステージに どのような期待を寄せていますか彼らの活動に対するあなたの思いや応援メッセージをぜひコメント欄にお寄せください。ナンバーアンダーラインアイ、民放初出演しデビュー曲ゴートを披露した際の熱狂はまさに音楽界における新たなる旋風だった。日本テレビ系新音楽番組 w i ミ m u s i c の春の2時間 SP において ナンバーアンダーラインアイは初めて民放番組に登場し、彼らのデビュー曲、ゴートを見せた。この出演は、彼らの音楽キャリアにおける新たな一歩であり、彼らがどれだけの才能を秘めているかを示す素晴らしい機会となった。この番組では、うどうゆみこ MC がスタジオの雰囲気を尋ね、メンバーはフレッシュですね。インテリアコーディネート完璧とコメントした。 このコメントは彼らの若々しさと完璧なコーディネーションを称賛したものであり、彼らがどれだけプロフェッショナルであるかを物語っていた。また、先日東京ドームで開催された To Heroes 飛べファーストスーパーライブでも彼らの活躍が話題となった。このライブでのパフォーマンスは彼らの本格指導を象徴し、神宮寺は嬉しかったですね。 ダイレクトに歓声を浴びて、すごいウキウキしました、と述べ、彼らの喜びを語った。さらに、番組ではライブに向けてのレッスンの様子も放送された。難易度の高い振り付けに挑むメンバーの姿は、彼らの努力と情熱を感じさせるものであり、特に平野のコメントは印象的だった。なんて曲を作っちまったんだ。自らの首を締めに行ってる。 という彼の言葉は、彼らが自らを追い込む姿勢を示していた。デビュー曲、Go トは YouTube の MV デイリーランキングで世界1位を獲得し、再生数も4300万回を超えている。そのような人気曲を生で披露することで、彼らのパフォーマンスはさらに際立った。彼らのクールでアグレッシブなダンスと歌声は、視聴者に強烈なインパクトを与え、 彼らのポテンシャルを存分に感じさせることができた。SNS では、このパフォーマンスに対する多くの反響が集まり、聖ゴと最高、圧巻すぎた、最高すぎて泣けてきた、といったコメントが寄せられた。その人々の感動の声は、彼らの魅力がどれだけ多くの人々に届いたかを物語っている。 ウィズミュージックは4月からレギュラー放送がスタートする新しい音楽番組であり、これまでにない音楽体験を提供することで注目を集めている。MC のうどうゆみことアーティストナビゲーターの松下光平がアーティストの魅力を余すことなく紹介し、視聴者に感動と興奮を届けることが期待される。彼らのパフォーマンスは音楽界に新たな風を巻き起こし、 多くのファンを魅了している。彼らのこれからの活躍にますます期待が高まる中、彼らの音楽がどのような未来を切り開いていくのか楽しみに待ちたい。この新しい音楽番組 WithMusic は多くの音楽ファンにとって待ち望まれるものであり、その内容に対する期待は高まるばかりです。番組ではアーティストのルーツに触れるトークから、 最新ヒット曲まで幅広い音楽コンテンツを楽しむことができます。特に MC のうどうゆみことアーティストナビゲーターの松下洸平のコンビネーションが注目されており、彼らのトークや対談からは様々な音楽に関する興味深い情報を期待できます。さて、ナンバーアンダーライン I の今後の活動については様々な見方があります。 彼らのデビュー曲 g o トの成功を受けて彼らがどのように成長しどのような音楽活動を展開していくのか多くのファンが注目しています彼らの独自の音楽スタイルやパフォーマンス力に期待が高まる中彼らがどのように進化しどんな新たな魅力を見せてくれるのか楽しみにしていますまた彼らの成功は若い世代にとっても大きな影響を与えています 彼らの情熱と努力は若者たちに夢と希望を与え、自分の夢に向かって努力する勇気を与えています。彼らの成功はただ単に音楽業界にとどまらず、社会全体にポジティブな影響を与えていると言えるでしょう。そして彼らの音楽がどのような未来を切り開いていくのか、これからの展開がますます注目されます。 彼らが新たな音楽ジャンルや表現方法を生み出し、世界中の人々に感動と喜びを届けることを期待しています。皆さんは、ナンバ・ーアンダーライン・アイの今後の活動についてどのような期待を寄せていますか彼らの音楽があなたにどんな影響を与えていますかぜひ、コメントをお寄せください。彼らの未来に対する期待と応援の声を共有しましょう。